メディアを再生するウラジーミル・プーチンの大統領就任式で演奏された愛国家申請パフォーマンス。愛国家は1990年から2000年までのロシア連邦の国家であるミハイル・グリンカの作曲。日本語の役題は定まっておらず、愛国の歌、愛国者の歌とも訳される。また、共産党時代に付された詩の内容からモスクワと呼ばれることもある。1895年。 ロシア音楽新聞は、グリンカの国歌のモチーフとして初めてこの曲を公に紹介したが、歌詞は添えられておらず、メロディと低音のみが記されていた。この曲の正確な作曲年代は不明である。神よつーリを守りたまえが、コンテストで、ロシア帝国国歌に選ばれたのは1833年で、あるが、ウラディーミル・スターソフはそれより、 あとの1834年に作曲されたとしている。これとは別に、グリンカが1837年に作曲した、合唱と還元楽のためのポロネーズ。我らが、神は、大いなりを原曲とする説もある。第二次世界大戦も終わりに近づいた1944年に、モスクワ音楽院の軍学科教授を務めていたミハイル。バグディノフスキーが題名を、愛国歌と名付け、水槽落に編曲した。 この版は、ラジオ放送で演奏され、広く知られるようになり、アレクサンドルがウクによる、還元楽版など多くの編曲が試みられた。1947年、モスクワ県と800年の記念行事の一環として、この曲を、モスクワ参加に仕立てることが企画され、アレクサンドル・マシストフによる歌詞が付された。歌詞の内容から、この版の題名を、モスクワと呼ぶこともある。ソ連時代に人気があり、 盛んに演奏、録音された、マシストフによる歌詞ソビエト連邦崩壊後、ボリス・エリツン大統領により、従来のソビエト連邦国家に代わり、新生ロシアの国家に定められた。しかし、メロディだけで公式の歌詞がなかったことや、共産党など、ソ連時代の国家をゼとする勢力も強かったことなどが、原因で国民一般に定着せず、 正式に国家とするための法制化も実現しなかった。エリツィンの後継者となったウラジーミル・プーチンにより、ソビエト連邦国家のメロディに新しい歌詞をつけた曲が新たなロシアの国家に定められ、2000年12月27日をもって国家の役割を終えた。ありがとうございます。